今日はルピシアで買ってきたお茶の福袋を紹介します。福袋っていう箱なんですけども、はい、中はこんなのです。はい、はい、買ってきたのはルピシアの梅の12って書いてあるんですけど、紅茶のフレーバードって言って、あの風味がつけてあるティーバッグタイプのお茶の福袋、3000円分のものを買ってきました。はい、では今から早速開けてみます。はい、中はこんな風になってます。はい、まず、はい、2015年もルピシアをよろしくお願いしますってことです。はい、っていうのは、はい、まず、お、なんかすごいの、面白いのが入ってますね。一つの袋には10個のティーバッグが入ってるそうです。で、これはまずフレーバーがクッキー、美味しそうです。クッキーをイメージした甘い香りの紅茶にアーモンドブレンド、ミルクティーにもって書いてます。おー、すごい美味しそうですね。ね、スイーツ好きの私にはちょっとたまらない感じですね。はい、二つ目いきます。これ、お、キャラメレです。キャラメルじゃなくてキャラメレ。はい、次はキャラメレ。アーモンドが隠し味のどこか懐かしく甘い香りの紅茶、ミルクでもストレートでもってことです。はい、なんかね、甘い美味しい系のねフレーバーばっかですね。デザートのスイーツ系ばっかですね。はい、次行きましょう。何かな。わ、これも美味しそうですね。テオショコラ、ビターチョコレートをイメージし、カカオニブとココアパウダーを紅茶にブレンド。はい、私チョコレート好きなんで、こういうのもね嬉しいフレーバーですね。はい、続々行きましょう。じゃあ次何入ってるかな。じゃん、はい、お、これなんだ。お、これちょっと今までと雰囲気変わりましたね。ウェディング、フラワーシャワーをイメージした花びらいっぱいの華やかな紅茶ですってことです。はい、ということはあれかな、あのハーブティーに近いのかもしれないですね。これはね、お花がいろいろ入ってるのかな。はい、バラとかそういう感じかな、ローズティーとかそういう感じの味がするんですかね。はい、まあちょっとわかんないですが、はい、はい、ではまだ入ってます。はい、次何入ってるかな。お、これは定番で、しかも美味しそうな味。はい、じゃん、いちご。はい、ストロベリーティーです。いちごのフレッシュな香りが生き生きとした紅茶の味わいを引き立てますということです。ストロベリー、これはもう絶対美味しいですね。はい、で次行きます。次何かな。はい、こちらです。お、これも美味しそう。グレープフルーツ、地中海産のグレープフルーツをイメージしたほろ苦く甘酸っぱい香りが魅力の紅茶っていうことです。はーい、フルーツ系のフレーバーの紅茶も美味しいから好きです。はい、嬉しいですね、こんなにいろいろ入ってるとね。まだ入ってます。まだ入ってますよ、たくさん入ってる。はい、次、じゃん、マスカット。マスカットの爽やかで芳醇な香りが深い印象を与える紅茶、アイスティーにもおすすめってことです。はい、で次、まだ入ってる。はい、次こちらです。お、はい、バニラ、ふんわりと軽い自然なバニラの香りに仕上げた紅茶、ミルクによく合います。はい、まだ入ってますか。まだ入ってますね。あ、これは美味しそう。はい、じゃん、桃です。白桃、紅茶にみずみずしい白桃の香りをつけました。桃の若葉もブレンドしていますってことです。おー、すごい、桃の葉っぱまで入ってるそうです。はい、で、まだかな。はい、あ、つい最後ですね。はい、最後、はい、こちらアールグレー。はい、アールグレーもね、あの、言ってみればこう柑橘系の風味がつけてあるんで、これフレーバードに入るんですね。なんかアールグレーっていうと普通にあのノンフレーバーな感じのイメージがあるんですが、実はそうじゃないです。はい、では今回以上、これ何パック入ってました。3000円の福袋、福箱にですね10パック入っておりました。で、フレーバーはスイーツ系のものやフルーツ系のものなのね、結構いろいろとね、いろんな種類が入ってました、どれもとても美味しそうなフレーバーばっかりです。私は普段ね、ちょっとどちらかといえば紅茶よりかはコーヒーが好きなんで、紅茶ってあんまり飲まないんですけどもね、あのルピシアはよく店頭で試飲をやってまして、でその試飲でよく紅茶をもらってたんですが、まあ結構ね、いろんな種類いただくんですけど、どれもとても美味しいんですね。だから前からルピシアはすごく気になってたので、今回福袋でこれでフレーバードってたくさん種類が入ってるんで、一度お試しで買ってみようかなと思って購入してみました。はい、なかなかどれもね素敵なフレーバーのものばっかりで、飲むのが楽しみです。では今回はルピシアで購入してきた福箱3000円、梅の12でしたね、紹介しました。はい、中身はこのような感じになってました。はい、では以上です。ご視聴ありがとうございました。